てそろそろ準備が終わりましたね。はい、ここから始まっていくでしょうか。パックマン、やはりパックマン、 T 選手はパックマンを、パックマン、そしてチョコ選手も一筋ということですからね。はい、ゼロスサムスやはり出てきました。この2人は対戦というのは日頃からもう行っているんですかね。対戦する地域が、あと大戦場、これはチェックしてるんですね。なるほど、今チェック中ですかね。チョコ選手はもうチェックいらないんで、いや、これ間違えてますね、ステージ上。あ、そういうこと、単純に間違えたっていうことですね。戦場の隣に大戦場という非常に似通ったステージがあるので、はい、ここは大戦場にしてしまったと。珍しいですね、なんかここを連続してステージ選択の。どうなんですかね、まあまあ、先ほどの話に戻しますけれど、はい、おそらく2人は2人自体の対戦というのはあまりないんじゃないでしょうか。あまりない、はい、T 選手が出身地が関西、はい、チョコ選手が出身地が関東ということで、かつ、チョコ選手というのは基本的にあまり外に遠征していかないんですね。なるほど、関東にいていることがほとんどなので、はい、T パックマンと戦うとしたら逆に T パックマンがグムグラに来るときにしか当たらないかと思います。はい、そういうことですか。そうですね、それからあまりこの2人カードも当たらないかなという感じはありますね。はい、ですので、まあ、経験自体はおそらくもちろん積んではいると思うんですけれど、はい、このカード自体は珍しいんじゃないでしょうか。ちょっと自信がないところです。なるほど、しかしまあそんな中でチョコ選手、その対策を取っていくということに定評のあるチョコ選手がこの試合の中でどんな変化を見せてくれるのかっていうのも一個の大きなポイントっていうことになるかなと思うんですが、チョコ選手の試合の見どころの一つですね。はい、やはりそこに注目していきたいですよね。はい、なので、まあ、T 選手は先ほど例えば、まあ、さっきの対戦カードでいうと T 選手対レア選手の試合で若干レア選手に対策されかけたんですけれども、それを覆していくというような展開も見られましたが、はい、そのように、はい、底力という、まあ、なんですかね、もぎ取る力が強いですね。はい、押された展開でも我慢したり、まあ、あとは相手のふとしたちょっとここら辺の流れならいけるだろうというところを刈り取ったりするような強さがあるので、はい、まあどうなんですかね、ちょっと何とも言い難いところ、まあ、そこは試合が始まってからなんですけど、たとえ押されたとしても、T 選手の底力から逆転力、爆発力には期待したいですね、はい、僕はもし押された場合ですけど、まあ、そのまま勝つ可能性もありますが、はい、底力が勝つか、対策、対応が勝つか、そんな試合になるかもしれません、この対戦カードです。さあ始まってまいりました、T 選手、パックマン対チョコ選手の、ゼロスーツサムス。この対戦始まっております。さあチョコ選手は今申し訳、おっとこれは帰れますよね、しまってしまうか、なんとか、あ、帰ってくることができました。いや、ヒヤリというシーン、そしてダメージは大きく動いております。 85%、97% 抱えているのはティーパックマン。まあ、やはり最初に倒せなかったものの、ダメージを与える展開としては十分でしたからね、はい、そのリードが如実に現れている感じかと思います。ストックは取れなくてもリードした事実は変わらない。ダメージ自体、おーっとこれクリーンヒットしていればというような、でもこれは、あ、これは決まりましたかね。 T 選手必死のレバガチャの音が聞こえましたが、はい、レバガチャの音がこちらにも鳴り響いてきましたが、さすがにダメージは落ちましたね。はい、さあ 57% 選手にも大きなダメージを与えているとは言えない状況でしょうか。まだまだと、まあでもこれ、はい、先ほどから投げている黄色いベルがあると思うんです、これですね、はい、これが当たってしまえば、場所によっては撃墜ができるので、なるほど、まだまだ大丈夫かと思います、はい、気づけば 100% そうですね、117% しっかりとここはペースを取り返していっております。 T パックマン、うわー、追いついてきた、はい、28% この早い段階で取り返したのは T パックマン。お互いに2ストック同士、ダメージもイーブン。しかしここはコンボが入って 67%、 ここから温めていた、撃墜するかな、これは決まってしまいましたね。あそこすごいですね、相手が崖に掴むのを見越して、はい、溜めて溜めて溜めて、T さんここでしょというような一撃でしたね、はい、なるほど、もうあれは当たることを確信していましたか。どうですかね、でもチョコ選手かなりの強心臓を持ちなのも事実で、はい、あそこ当たらなくても、まあ、たとえプレッシャーに次につながると思っているような気がしますね。当たらないとしてもここでそれを見せたことの効果が後々現れるだろうと、そんな気はします。そういったところもありますかね。空中ニュートラル当たって
さあ現在ストックはチョコ選手がリードしている状況、2ストック、そしてティーパックマンが1ストックで追いかける格好。しかしダメージは 118% と、この選手撃墜圏内には入っているかという状況です。ダメージとしては1ストック目と比べれば十分稼げるので、はい、はい、埋まってしまったが、はい、このリード差を奪え、そのまま堅実につながっていければ、かなり1本目近いです、ね、まだ未来はあると。これはパックマン側、おーっと、これがしっかりと空中シュート当ててストックを奪っております。その場回避まだわからないですが、まあ、やはりここも我慢が必要ですね。やはりそういう展開、我慢の展開です。ティーパックマン 113% のダメージを抱えております。 120% いつこの試合が終わってしまってもおかしくないが、じりじり耐えているか、戻れるか、一つ読みがあったんですがそれは通らず、少しずつダメージ、しっかり我慢してますよ本当に。そうですね、やはりこの弾力、先ほどの1個前の試合、レア選手との試合でも見せつけられたこの弾力です。チョコさん、ちょっとプレッシャーの高さが変えてきましたね。今まではまっすぐプレッシャーをかけてますけど、はい、大ジャンプすることによって相手になんか見かけ以上のプレッシャーをかけてます、ね、はい、なるほど。ただそれにも対応しきっているのがティーパックマン、覆いかぶさっていくような、おっと、まだ大丈夫です。逆に当たってしまったか、 140% 耐えていたんですが、横必殺技、あそこまで来てしまうと崖というのは、まあ、必ず撃墜ポイントが読み上げてしまえば当たるので、まあ、あそこはもうしょうがないですね。なるほど、ここまで耐えたことがだけでもすごいと、はい、はい、そこまでリード差があってもよくここまで耐えてきたところだったんですけど、やはりリード差くすがしがたいことがありました。覆すことはできませんでした。どうしたんでしょうか。T 選手、はい、ちょっとユニークな人なので規制上悩んでるんでしょうけど、まあ、どうしようかなというのを自分の中で模索してるんじゃないでしょうか、はい、模索の挙動があれということですね、はい、ユニークな一面も見せていただきましたが先ほどもね、操作テストっていうんですか、操作チェックで、はい、ステージが間違ってて助けてって叫ぶようなシーンも、ね、ありましたがそういうユニークな一面、まあ、一つのこうチャームポイントですよね。試合中は本当に、荒らすこともあるし、はい、我慢することもある、弾力もある実力のプレイヤーなんですけど、はい、まあ、一見こういう日常的なところではお茶目なところもあるという、はい、でもやはりこのガチガチとした状況でいくと、そういったところでは、その思考が固まりがちになったりとか、そういうことはあるかなと思いますので、そこも裏打ちされたようなところなのかなっていうような気が少ししますけどね、このユニークさっていうのは逆にですね、あるかもしれないですね、はい、さあそんな T 選手と、さあその T 選手をどのように読んでいくのかというチョコ選手の試合、2試合目が始まっております。1試合目を取っているのはチョコ選手、さあ1試合目を受けてどのように試合が変わっていくのか、その対応というのにも注目していきたいと話していました。このチョコ選手の戦いです。はい、どうですかここまでの展開で、お互いにちょっと攻撃当たってますが、ちょっとずつなんか掴んでる感じ、はい、今のとかもそうですけど、引くと見せかけてチョコさんがジャンプしてくるところに反転空前というかなり難しいテクニックを駆使してましたので、はい、少しずつ T 選手も良さが出てきたんじゃないですか、はい、なるほど、 T 選手もチョコ選手の狙いを少し読み始めていると、おそらくはそんな感じが、そういったところもありますかね、あるかもしれないです、はい、これ当たってしまったか、うーん、どうなる、まあ、あこれやばい、当たって2度3度なんとか、あ、まあ、これもしかし決まらない、まだ決まっていません、紙一重でかわしてますね。さあなんとか戻ってくることはできたんですが、ダメージ自体は 136% 停滞ダメージを受けてしまいました。さあこれも決めきれないか、しかしもう、あこれはどちらが決めてもっていうシーンでしたが、ちょっとだけ言わせてほしいんですけど、チョコさんの今かなりうまいポイントがあって、はい、当たった後にちょっとだけ猶予があるんですよ、すぐ最速で猶予を出すこともできるんですけど、はい、少しだけ歩いて押して、なるほど、相手を崖の外まで近寄せられて、はい、ちゃんと撃墜しましたね、超うまいです、あれがなければ撃墜しなかった可能性もありますね、可能性もあった、はい、その微調整、このほんの少しの調整が勝負を左右します。そういうところでやはり押されている状況だからこそ焦ってすぐにミスらないようにという UAB をすることが、はい、まあ、大体やってしまいがちなんですけど、はい、そ
ここでも冷静、強心臓ですね。はい、歴戦の猛者たるゆえんといったところでしょうか。しかしここストックはしっかりと取り返して、2ストック同士の戦いになっております。ダメージ的にも差がないので、やはりお互いにこのカード少し、おーっと、わー、パックマンの良さが来ましたね。パックマンの良さは上にトランポリンを設置することによって、これに踏んでしまうんですけれど、強制ジャンプができるので、でも適正ですね。決まってしまったか。しかしやはりさっきのシーンはパックマンならではといったような助かり方でしたね、はい、他のキャラでしたら間違いなく実現するところでした。そのまま真っ逆さまといったシーンでしたが、投げを取って、ストック自体は今ティーパックマンが追いかける格好になっております。このまま取られてしまいますと1試合すでに取られていますので、試合が決まってしまうといった展開になっております。追い込まれた時の最後シュート、うまい、ストックはかなりプレッシャーがかかるものですが、はい、あそこでまっすぐ置いてきてベルを投げるというこれも強心臓ですね。本当によくあれをやるなと。心臓の強い選択肢、先ほどからもう幾度となく見せられておりますが、今回もそれが発揮されています。まあ、1試合目だったというのはお互い手の内を下げるという意味で やっても定石の手としてやったと思うんですけれど、あれをもしガードされてたり上からかぶせられてたら、どんどんリードがつながるところでしたから、リードが広がるか、はい、しかしそこはもうこの紙一重の状況で耐えております。ダメージも 60%、 61、67、 うわすごい。今のは何かポイントありました？チョコ選手 がガードを固めるのを見越して、はい、パックマン投げを打ったんですけれど、かなり遅れた状態で投げたんですね。かつ、はい、パックマンの投げっていうのは外した後の突きが結構大きいものですから、それでも相手がガードを固める確信と突きを恐れないその心ですね、それが右で確認しました。あの一瞬でそこまでの要素が隠されていたっていうことですね。決まってしまった。決まりました。今1戦目で行きましたね。はい、あ、どう、今いいかな、行きたいんで言いますけど、はい、お願いします。1戦目は崖つかまりっぱなしで下スマを最大までこう遅らせて打ったんですけど、それのおかげで多分3戦目 T さんは、はい、早めにジャンプして上がったんですよ、はい、でもそれに対してチョコさん今度は早めに打ってきてるっていう1戦目の逆の策をありましたよね、はいはい、だからさっきも話していたように、あれがもし当たらなかったとしても後に響いてくると、そう、まずなんか、はい、すごいなんか自分にいてちょっとびっくりしちゃった。ほんの綺麗に決まるもんなんだなって綺麗にその伏線を回収して最後の最後でチョコさんの狙いが素晴らしいといったところですかね、バチッとそこが通って最後の1ストックも取っていきました。いや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 、やはり素晴らしい地域。